どうも。今日は2021年の4月3日です。ちょうど1ヶ月前にドコモから楽天モバイルに乗り換えたんですが、で、ちょうどだから3月3日に乗り換えて、今日4月3日なんで、ちょっと1ヶ月、楽天モバイル使った感想を言います。まず、通信速度なんですが、動画とか見ても、ネット、Google でなんか検索したりしても、すごい、通信速度、別に止まったりもないし、サクサク動くんで、とても、使い勝手もいいです。で、かなり20ギガ以上使っても、無制限で3300円ぐらいなんで、で、すごい満足してます。で、通話の方なんですが、通話も10分かけ放題で使ってますが、たまに相手との通話でノイズが入ったりして、聞き取れないことはないけど、まあ、ちゃんと通話できるレベルなので、通話満足です。で、自分が契約したプランは、その楽天アンリミット6と、あと10分の、10分かけ放題のプラン2つ、使いました。で、1回使ったけど、すごい携帯料金も安いし、節約しなきゃいけない自分の身にとってはすごい良かったです。特に使ってみて不満はありませんでした。楽天モバイルおすすめです。